モーゼス・ハイムル・ツァット、モーシェ・ハイムル・ツァットは、イタリア出身のラビ、哲学者、神秘思想家で、略称は、ラムハル・ランカル。文学、メシラト・イエッシャー・アリーム、メイ・アイ・シェリム、まっすぐな道、経験者の道によって、最も知られている。これは、キリスト教文学における、ジョン・バニアヤンの、テンドレ規定に対応するとも言われている。パドバのアシケナジムの家庭に生まれ、 ユダヤ教教育とイタリアの教育を受け、また、パドバ大学でも学び、イタリア人学生のグループと交際し、神秘主義と科学を少し学んだ。ミクラー、タルムード、ハラーハーの注釈書とミツワーに非常に通じた、専門家であった。1753年、アムステルダムを離れ、聖地イスラエルの地に帰還し、悪行に住む。3年後、彼と一家は伝染病によって亡くなった。 ミスナグディームであるビルナノガオンビルナガオンはルッツァットの作品をよく読んだ。またメゼリッチのドブベルドブバーオブメトセリッチは彼をハーシードと呼んでいる。彼の作品はスペインのユダヤ系詩人とイタリアの作家の影響下にある。ダビー・スライル・リップキン・サランテル・イースレール・シランターはメシラとイエッシャー・ーリームをムーサール運動の中心に置くことにした。 ハスカーラーのヘブライ語著作家は、現代ヘブライ語文学の創始者の一人と呼んだ。学者は、ルッツァットの墓は、ケファールヤシーフキロメートファールヤシーフにあり、伝統的には、ティベリアのタンラー・アキバ・ベン・ヨセフの近くにあるとされる。彼が立て祈ったシナゴーグは、悪行に現存している。ありがとうございます。